皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画はジェルネイルをする方にこれだけは知っておいてほしいジェルアレルギーについてご紹介します。正しい知識を知らないままジェルネイルをしていると突然発症することもあるジェルアレルギー。これからもずっと可愛いネイルを楽しむためにはまず正しい知識を知ること、そして予防をすることが重要です。この動画ではジェルアレルギーにならないための予防方法を5つに分けて解説しています。また動画の後半ではすでにジェルアレルギーを発症した場合の対処方法やアレルギー対応のジェルについてもご説明していますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。ジェルアレルギーについてお話しする前に、アレルギーとは何が原因でどんな症状が起こるのかなどをざっくりとご説明しておきます。まずアレルギーというのはあるものに対して体の免疫が過敏に反応する状態のことで、体が痒くなったり皮膚が炎症を起こしたりくしゃみや鼻水が出たりといったさまざまな症状を引き起こします。またアレルギーの原因となるものは自然界にあるものから化学物質までどんなものでもアレルギー反応を起こす可能性があります。そしてジェルネイルに使う材料もこのアレルギーの原因となる場合があります。それがジェルアレルギーです。どの成分がアレルギーの原因となるかは人それぞれですが、ジェルに含まれるヘマという成分やリムーバーに含まれるアセトン、未硬化ジェルを拭き取るエタノールなどでアレルギー反応を起こす場合があります。あくまで起きる可能性があるという意味ですので、必ず起きるというわけではありません。ですのでこれからジェルネイルを楽しく続けられるように、ジェルアレルギーを引き起こさないための5つの予防方法をご紹介していきます。しっかり予防をすればアレルギーを恐れることはありませんので、ぜひ参考にしてみてください。まずは1つ目、一番最初に注意すべきことはジェルを皮膚につけないこと。これはジェルがアレルギーの原因となりうる可能性があるからです。そうならないためにはとにかく直接皮膚につけないことを意識しましょう。皮膚に直接つかないようにネイルをする前にハンドクリームやオイルなどで事前に皮膚を保護しておくのもおすすめです。ただ爪自体に塗ってしまうとクリームの油分でジェルが剥がれやすくなるので、爪以外の皮膚に塗っておきましょう。爪周りは特にジェルがつきやすいところなので念入りに塗り込んでおくといいですね。またもしジェルが皮膚についてしまった場合はキッチンペーパーなどですぐに拭き取りましょう。サイドに漏れていた場合はウッドスティックで取り除きます。特にジェルネイル初心者の方は皮膚につけてしまいがちなので、爪の根元側を少し開けて塗っておくことをおすすめします。こうするとジェルが皮膚に漏れにくくなってアレルギーを防ぐことにつながるからです。続いて2つ目、2つ目は容器からジェルがこぼれないように注意することです。ジェルが垂れてしまうと気づかないうちに触ってしまう可能性が高くなってしまいます。コンテナタイプでもボトルタイプでもブラシからジェルが垂れないように必要量以外はこそぎ落としてこぼれないようにしましょう。もしジェルがボトルの外側についてしまった時は気がついた時点ですぐにキッチンペーパーなどで拭き取っておきましょう。またジェルだけではなくブラシの持ち手の部分にもベタベタとジェルがつく場合がありますので、定期的にエタノールを使って拭き取っておくと安心です。続いて3つ目、
3つ目はマスクや手袋を着用すること。手袋はジェルが皮膚につかないようにするために着用しますが、手袋の指先をハサミでカットして、ネイルする方の手にも着用しておくと、指先以外の場所にジェルがつくのを防ぐことができます。その場合は一つ目の時のように爪周りの皮膚にハンドクリームやオイルなどで保護しておくといいですね。そしてマスクはリムーバーやエタノールなどが揮発して吸い込まないようにするために着用しておきましょう。またオフする時のジェルの削りカスも大量に空気中に舞ってしまうので、気がつかないうちに気管に入ってアレルギーを起こす可能性もあります。できれば換気をしたり集塵器を使うなどしてネイルをしておくといいですね。続いて4つ目は、爪周りに傷があるときはジェルを塗らないこと。例えば手荒れがひどくて傷ができているときにジェルネイルをして、傷口にジェルが付着するとアレルギーを引き起こしやすくなります。健康的な肌は角質層がバリア機能になってアレルゲンが入りにくいのですが、乾燥や傷、かぶれなどがあると角質層が乱れてアレルゲンが入り込みやすくなってしまいます。ですので爪周りの皮膚に傷がある場合には治るまで待つか、もしくはサージカルテープのようなもので覆ってジェルがつかないようにしておきましょう。また体調が悪い時にも同じようなことが起こる可能性があるので、できるだけ体調が悪い日には塗らないようにしておきましょう。最後に5つ目、最後の予防法はジェルネイルをした後、手を洗うこと。ジェルを塗ったりアートをしている時はアレルギー物質になりうるものに常に触れている状態です。トップコートまで固め終わったら、ネイルオイルやハンドクリームなどで保湿する前に一度石鹸できれいに手を洗うことをおすすめします。目には見えなくてもエタノールやアセトンなどの揮発した成分だったり、ジェルのダストなどきれいに洗い落としてから保湿をしましょう。こうすることで皮膚に残ったアレルゲンを排除することができます。ここまで5つの予防方法をご紹介してきましたが、ここからはすでにジェルアレルギーになってしまった方への対処法をご紹介します。ジェルネイルを塗った後に皮膚にかゆみを感じたり、水泡や炎症が起きた場合にはとにかく早くジェルネイルをオフしましょう。オフした後にはその皮膚の炎症がアレルギーによるものかどうか医療機関を受診して診断してもらいましょう。そして一旦皮膚が正常な状態になるまでジェルネイルはお休みすることをお勧めします。また医療機関によっては何にアレルギー反応を起こしたのか調べることができる場合もあるので、その原因が分かれば対策をすることができます。その原因がアセトンだった場合には、アセトンが入っていないリムーバーを使ったり、フィルインというやり方でそもそもリムーバーを使わないオフ方法にしたり、またエタノールが原因の場合には未硬化ジェルが残らないタイプのトップコートを使ったり、 UV ライトが原因の場合にはLED ライトに変えたりといった対策をすることができます。でもアレルギーの原因がジェルだった場合には少し複雑です。なぜかというと、例えばバナナを食べた後にアレルギー症状が出たらバナナが原因とわかりますが、カレーライスを食べた後に発症した場合には人参なのか玉ねぎなのかカレー粉なのか、その原因はわからないですよね。ジェルにもいろんな成分が入っているので、どの成分でアレルギー反応が出たのか特定するのが難しい場合が多いです。ではジェルにアレルギー反応が出てしまった場合、もう二度とジェルネイルができないのかと言われれば、
まだ諦めるのは早いかもしれません。なぜなら、最近はアレルギー対応のジェルが増えてきているからです。こちらにいくつかのアレルギー対応のジェルメーカーさんをご紹介しておきます。この中で一番優秀なのが、10種類のアレルゲンを排除しているネイルパフェジェルというメーカーさんです。代表的なアレルゲンとして、アクリル酸イソボルニル、ヒーマ、アクリル酸、ホルムアルデヒト樹脂など10種類が排除されています。楽天やアマゾンでも購入できるようです。そしてもしジェルアレルギーをお持ちの方で、こういったアレルギー対応のジェルを試してみる場合には、一度に20本塗ってしまわず、1本だけ塗ってみて、問題なければ10本というようなやり方をお勧めしています。またアレルギー対応のジェルを使うときは、専用の筆を1本用意して、他のアレルギー対応ではないジェルとは混ざらないようにして塗っていきましょう。ジェルアレルギーの予防方法、いかがだったでしょうか。この動画を見て、ジェルネイルが怖いものだと感じた方もいらっしゃるかもしれません。でも今回ご紹介した予防方法をしっかり守れば、アレルギーを発症するリスクを抑えることができます。正しく知って正しく使うこと。それができれば、これからも長くジェルネイルを楽しむことができますよ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。